一回ダメなことがあっても、まあ、それ取り返したらその過去のミスも美談としてなんか喋れるじゃないですか。でもそのミスはそのままミスで終わってやめてしまうと喋れないというか、いい思い出としては残せないから、ミスをどう取り返すかっていうの、ミスは当たり前なんでね、絶対誰でもするんで、おはようございます。おはようございます。今日は、まあ、試合もあって、まあ、軽いと思うんですけど、練習と、まあ、その後昼からは、まあ、仕事組と、まあ、僕は仕事してないんですけど、栃木シティを広げるっていう感じで YouTube とか TikTok とかいろいろ発信する方に、はい、力入れてるんで。はい、こんにちは。やめろ、いつものようにいつものようにせよ。まあ、座ってくださいよ、アシスト。ありがとう。そうそうそう、そういうの言って、そうそうそう、どんどん言ってほしい。最近綺麗いいからな。いやさ、最近いつもって言って大丈夫だよ。頑張ります。そんな時間ない。毎回まあ、筋トレとかあとは体に気遣ってる選手が多くて、リーグの他の選手たちはやっぱり仕事しながらやとおろそかになりがちなんですけど、このチームはすごい力入れてやってる。よーしゃー、僕らあっちっす。5、うん、スナッチ2、20、30。そうそう、めっちゃ体になるやつやん。筋トレ一番嫌いです。筋トレ一番嫌い。やばい、やばい、左下がってる。まあ小中はトレセン入ってないとサッカーやめた方がいいみたいな、そういう風潮があったんですよ、僕たちのところ。僕もめちゃめちゃ頑張ってトレセン入ろうとしたんですけど、全然入れなかったし、僕毎日練習し誰よりもしてる自信があったんで、ドリブルは僕が高3の時にフロンターレの試合見に行った時に楠上選手点決め出て、やっぱりすごいなと思って見てたんで、こうなれればいいなと思って、あの僕はドリブル始めました。僕のことを悪く言った人とか、まあ僕のことを見て笑ってた人たち覚えてます。まあ悔しい思いした分原動力になって、まあ常に戦ってたって感じです。いつも熱くなってるな健吾さんが僕にめっちゃ優しかったんですよ。行けよみたいな言ってるんですよね。ヤジさんとかやったらはいはいみたいな感じですけど本当は怖いんですけど、僕が試合で出るときは優しかったんですよ。僕がすごいミスしてて、何回も何回もミスして僕が取られてシュート打たれてゴールキックになったときに俺のとこ来て、俺めっちゃキレられるんかなと思ってケンゴさん何言うんかなと思ったら、もう困ったら俺に出せって言って、もう全然迷うことないからいつも通りのプレーしたら大丈夫やから楽しくプレーしろって言われて、これで余計にあ俺やばいんやなって、レベル低いと思われてるんやろうなと思って、このままじゃやばいなと思ったから、次の年に、まあ、試合出れんくてやめちゃったんですけど、その時もだから健吾さん日本代表の合宿行ってました。だからやめますとも言えてないし、他のフロンターレの選手が結婚式とかするタイミングでお会いする機会もあったんで、まあ、その時に一回フロンターレで試合に出たっていうのは誇りに思って、それが多分自信に変わるかな、その気持ちを常に持つように心がけてプレーしろって言われました。まあおちゃらけでやってたんで、おちゃらけでっていうか、まあ、そういう一発芸とかもよくやるし、そんななんか悩みを抱え込む選手だと多分みんな思ってなかったと思うんで、なんか僕がそういうのも言うのもキモいなと思って言わんかったんですけど、だからそういうのもあって飛び出しちゃいましたね。
当にあの YouTube とか、うん、TikTok とかで明るい感じ、あもうそのまんまでめっちゃパールくん言うだけで明るくなります。うるさいですよ、ずっとうるさいです。でも後輩思いなんでパールくんなんだかんだ優しい面もありますよ、なんだかんだ。それはそれでやりづらい。あ、ゼーす。てか、今日めっちゃ筋肉痛きてます。試合の。3、2、1、OK でーす。あ、死ぬ。そういえばもう今日、え、もう来ない人、鬼や。え、僕多いっすか？きついとか言ってんの。多いっす。いや、いや、やめてください、やめてください。結構アスリートを今までたくさん見ましたけど、一番圧倒的に言ってます。マジっすか？絶対嘘、それは。絶対嘘。きついもん。いいでしょ。カット止める。もうずっとペナの外からもシュートめっちゃ練習してたんで、毎日リュウさん。だったら今めっちゃ決めるじゃないですか、ペナの外から。そういうの見てたら、やっぱり毎日継続してる人って強いなっていう。僕は継続できてなかったです、今考えると。トレーニング一緒に小宮山さんに連れてってもらったりもしたんですけど、厳しくて続かなかったり、悔しすぎて早く帰っちゃうとか、それもありましたね。もう今この場にいるのが恥ずかしいっていうのもありました。明らかに差があったんで、他の選手と。来てくれてよかったです。シティ、自分の息子シティのユースだったんですけど。あ、そうです。YouTube でずっと見てて、はい、で、あ、いいなと思って、はい、そしたら、あ、よかったです。よかったです。頑張ってください。もちろん頑張ります。あれですね、フロンターレで学んだことっていうのは今も生きてて、僕が最初あれですもんね、あの商店街回りしたんですけど、なんで俺商店街回りするんやろうと思いましたほんまに最初。いや、それにもやっぱ意味があって、商店街で挨拶した方がその後僕が試合出た時に僕のユニフォーム着て応援してくださってた人がいて、一回商店街行くだけでこうやってなんかちょっとお話しするだけでこんなに興味持ってもらえたりするんやっていうのがすごく印象に残ってて、だからフロンターレ最初に入ってよかったっすわ、マジで。僕の時はレーシングか陸上競技場回ったり、誰も予想してないようなイベントとかやってるじゃないですか。新しいことに取り組むっていうのは、僕もそういった意味では SNS の新しいことに取り組む、選手が YouTube とか TikTok すんのっていう感じでしたけど、まあ、それでも影響力少しでも出るなら、子供たちが覚えてもらえるなら やらなあかんなと思って、これなんですけど、はい、なんか TikTok で子供たちからコメントもらえるんで、それを見てなんか何々やってっていうのをやってます。一番当てれんかったサッカーやめる。今から YouTube 撮ります。大事なんで。今日は何撮るんですか？今日はモリスさんと一緒にトークですけど、撮って、まあ、同じ境遇でどういう感じでまた這い上がっていくかっていう話ですね。こっちでも、こっちでもいいか。こんにちは。こんにちは。ちょうどがモリスチャンネルで、今日俺いろんなやり方があると思うんですよね。ほんまにサッカーだけで上行けたら一番いいんですけど、今何でもいいんで、使えるもん使ってそれぐらいの価値のある選手になろうと思ってやってます。今から帰ります。帰りましょう。なんか僕自身やっぱり影響力ってまだまだなくて、
まあ、J1 の選手がやれればベストですけど、今これ来てるんですけど、これ打ってまあ収益が出ればなんかそれで子供たちとか招待して、やっぱり地元のプロサッカー選手、やっぱ憧れたりもすると思うんですよ。フロンターレ見てたらそれすごい感じてて、だから子供たちをスタジアムに招待していいプレー見せれたらなっていうか。できました。こうやってやってます。だからそれでなんか許してくださいっていうつもりもないですけど、またなんか応援してもらえるように今は全力でプレーしてる姿とか、まあ、SNS もそうですけど、まあ、サッカーの一部としてサッカーを全力でやってるとこを見てもらいたいなと思ってます。今日一日の感想になっちゃうんですけど、はい、やっぱめちゃくちゃ真面目な方だなっていう。誰ですか？もう最悪や。